ニーヤオートマタ22回目やってきました。 A2 のターン、 A2 操作で進めていきましょう。いや A2 がね、なんかもう好きになってきたいいですよね。まあ武器をこう2つ操作できるっていうところで、やっぱり 2B に似た操作感があるかなと。うん、白の契約装備してるのがいいよな。大型剣はちょっと変えてもいいかもな。ちょっとそうだな、どうしようかな。でも釣ってもどうするか。百獣の剣を撤回、撤回とかいいんじゃない。なんかなんとなくイメージに合う気がする。ちょっとレベルが下がっちゃうんだけど、ああ双子の牙とかはレベル4だっけと。あ、白装備にして、あーどうしよっかな。槍とかでもいいわけか。ちょっとレベル下がっちゃうけど撤回でいこうかな。これはね、この組み合わせはちょっとロマンを感じるわ。あ、かっこいいかっこいいかっこいい。なんとなく 2B のキャラに合ってるような、そんな気がしないでもない。あとやっぱなんといってもね、これですよね。すぐに終わらせてやる。かっこいいこの挑発いいですね。でどうやら砂漠に大型機械生命体が出たとのことで、あれ工場この辺行けないんだ。砂漠中央まで飛ぶのがいいか。行ってみよう。 A2 もこの端末普通に使えるんだね。ちょっとね、早く敵と戦ってみたい。 A2 操作でどんな感じだろうっていう。やっぱりハッキングもいいんだけど、この近接でガッシガッシ切り裂いていくっていうのはね、いいんだよね。あれなんかもう近くにいる感じだね。ちょっと待って、これ撤回ね、撤回いいんだけど、後ろから見た時に A2 のビジュアルがちょっと消えすぎちゃうね。これはちょっともったいないな。もったいないってなんだろうちょっと変えよう。白の薬定にするか。白コンビで、あ、これいいね。もうまさに 2B を継ぐものですよ、この装備は。早い早い早い、動きも早い、使いやすそう。よいしょよいしょ。この子さ、ダッシュするとき、うわ一瞬消えるよね。こいつか、大型。お、ダメやべ、ちょ、危ねえ危ねえ危ねえ。うわー、いっぱい飛んできてるね、いっぱい。うわー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 。あ、ダメだ、なんか、あ、ちょっとよくわかんないことしてちゃってるね。あ、でも1体撃破、やっぱ攻撃力が相当高いから、上がってるから。ほっほっ、ガリガリ削れるね。 A2 ボイス好きだな。スワ、スワマカさんは違う、ラブライブだ、スワアヤカさんですよね。これすごい好きなアニメで、悪魔のリドルっていう作品があって、それの主演だった人、その悪魔のリドルにイスケっていうキャラが出てきて、そこから名前を取ったところもちょっとある。ちょっと待って、喋ってたら結構、でもやっぱまあ攻撃力が高えの、なんの。あ、挑発してみっか。やってみれば、やってみればいいね。よっしゃ。大型っていうからどんな敵かと思ったら大したことないな。がっつり食らっちゃったけどな。敵機械生命体発動、現在
げえ格好してんなこの子。うわあ。なんだこれは。やりづらそうな相手。BGM かっこいい。砂漠地帯より進化した機械生命体と推測。どこどこ当てればいい。機械生命体の破壊。言われなくても。これあおこの手のやつはねハッキングでガツンといけるのがうわっとあったよかったんだけど 9S 君の時は危ね危ね。うわっない。硬いな。硬いね本当にね。B モード。ユニットの出力を増大させ。B モードって何？攻撃力は増大するが、防御力は低下し、メンテナンスコストも増大する。その証として最新型のモデルからは機能削除されていた。旧型モデルで悪かった。旧よく見えないよく見えない。LR L3 自爆モード。ちょっと待って見えない見えなかった。自爆コマンドすりゃいいのか。危なくね。ウルハ機体 A2 のような旧型のアタッカーモデルには射撃機能はない。推奨旧型遠距離攻撃手段を持つ本随行支援ユニットに対する感謝の提示。奇跡かな。感謝ポットが感謝を。ちょっとやってみっか。リミッター解除暴走の何これ。うわーでもめっちゃ食らってる。めっちゃちょ危ない。アイテム使った。バーサーカーモード。バーサーカーモードか B モードって。ちょっと待ってこれ変なとこハマってるって。いやどうなってんの壁際にハマってたんか。これは強い。よいしょよいしょ。バーサーカーモードか。防御力も低下しちゃうのはちょっとこいつほんと強えな。うわ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 嘘だろ。体も悪いんだよな。今のうちにバーサーカーモードいっとくか。暴走。あーかっこいいかっこいいかっこいい。遊びは終わりだ。あやめた。大ダメージ食らっちゃってる。ちょっと待ってバーサーカーモード。バーサーカーモード。見えないバーサーカーモード使い方難しいな。下手に使うと瀕死だな。少なくとも慣れてない今使うべきではない気がする。今は確実に避けながら削っていこう。こうなったらこれでガン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 。よしここは避けて。ここからわけわかんなくなるんだよ。この辺何？うわマジできついこれ。いやー A2 いきなり死にそうなんだけど。マジか。びっくりするわこれ。あよし弾が来た。でも結構削れてきてはいる。ご両手。ここは避ける。よし。よし今のうち。でもね弾になった状態の時はもう結構削れてはいるんだよね。よし降ってきた。避けろ。うわー来た弾幕が危ない。避けてます。
A2 の回避で一瞬消えるのがちょっと正直今のところ見づらいかな。よいしょ。お、いやでもこれはねかなりやりごたえのある久々にギリギリのバトルを味わってる気がする。よいしょ。うわぁ嘘だろ。お、ここ、ここ、こいつ、あー、行っちゃったか。よし、でもなんとか。どこ行った？あー、もうごっちゃごちゃ。危ない危ない。ほっ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 。いやでもこれで上を、あーでももうまだ半分ぐらいなのか。いやでも何個か弾はもう削れてるような気はするんだけど、ちょっと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 。しかもこれ死んだら擬態回収なしでしょ。やべえやべえやべえ。ジャンプ避け、ジャンプ避けだな。よし、これで下に来た。あー、奥のあいつを狙いたい。よし、うわ硬いな、真ん中硬いな。うわ、来た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 。どっちどっち、上、とにかくとにかくとにかく撃つ。よしよし、危ない。いやでもねちょっとちょっと分かってきたぞ。危ない危ない。今までのボスで間違いなく一番強い気がする。こいつが気になるんだよな、このちょっと防御を張ってるこいつ。普通に狙えない、狙えないのか。あ、危ない。危ない。いや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 、地獄だなこれ。うわ。こっちこっち。いやー、こっち行くか。なるほど、倒したやつはこのガード状態になるわけね。どんぐらいどんぐらい。もう見えない見えない、範囲外からどっから攻撃してきてんだ。回復薬たくさん持っててよかった。よしよし。うわあ、こいつ関係ねえや。お前か。よし、ここはジャンプで避けて、ジャンプで避けてこいつを切る。よし、いった。よし、でも順調に数は減らせている。どこ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 、この辺のやつらは上か。おっと、あとでもこいつだけじゃないのかな。あぶね。うおー、よし、いった。
疲れた。めっちゃ強かったなこいつ。推奨また EMP かよ。アンドロイドの弱点です。 EMP とアジが弱点だから。え、ハッキング？ EMP 攻撃の衝撃によって A2 のメモリ空間にハッキング被害が生じた模様。じゃあこれは私の記憶領域か。てか、なんでお前がここにいるんだ？追放支援ユニットは支援対象機に備えた。 A2 の喋り方好きだわ。内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。うわわわわわわ、結構、うわ、なんだなんだ、めっちゃ来るな EMP 攻撃。こっちでもこのハッキングターンがあるとは。よし、あとは本体開いた。前回のハッキングは本当にきつかった。ん？砂漠？砂なんだこれは。敵機体からのハッキングにより敵のメモリ空間との強制融合がなされたんだ。はい、つまり機械生命体の記憶。よいしょ、本体。よし、何この BGM すごいな。本来は故障すべきだが。あれ、2ビートに何です？監視を継続し。あ、違うか。状況によっては処分。監視官。本データは2ビート記憶データの断片。生存時にヨルハム隊司令官が受けていた。あ、司令官。司令官がなぜ？よいしょよいしょ。司令官もバンカーのみんなも死んじゃったからな。誰のスレッド？やめろ。当該データはヨルハム隊 A2 自身の記憶と言って。 A2 の記憶か。さっさと接続を切れ。なんだこの雰囲気は。お？ママ、ボヘミアン・ラプソディーかな。私たちは同じだ。トゥービー。誰にも頼れず、ただ泣き叫んで。うるさい！うるさい。おお、なんかいろいろありそうだぞ。あ、出た。ボット会議。ボット1号さんへ情報共有を開始する。了解。圧縮会話モードを起動。いや、わからんわ。圧縮会話しちゃった。ポット会議聞き取れなかったです。圧縮会話モード終了。理解した。 A2 の記憶空間内にある 2B データが A2 の自我に及ぼす影響について今後の報告を待つ。了解した。 2B データか。支援活動の参考情報としてアップデートする。 2B のデータが A2 の中にモニタリングする。あ、なるほど。ここでまた
A2 でじゃあ行きましょう。 9S 君はね2連続 9S 君で行ったんで2連続 A2 で A2 の記憶領域に 2B のデータが混在しているようだ。どのような影響を与えるかこのまま経過を観察しよう。待て、ポット042。会話機能に問題がある。ネットワーク機能が破壊された機械生命体だが、継続して暴走している個体も多い。警戒するように。了解。ほう、A2 どうなるんだ。 2B のデータが入ってきてるってすごいね。ああ、ぶっ倒れちゃった。にしてもバーサーカーモードは、バーサーカーモードは夜中機体 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷による。確かにあいつは異様に強かった。くそ、砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが知りすげえな。やっぱり戦闘時に微細な粒子が入り込んだ模様。知りすげえな。知りしか目に入ってこない。早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。ほうほうほう。レジスタンスキャンプに行く。なるほど。でも確かに A2 操作でレジスタンスキャンプは行ってみたいなと思ってたんですよね。なんか過去にアネモネさんと関わりがあったみたいな話もあったし。あ、アクセスポイントが攻撃を受けてる。貴様らこら。ごめん、イノシシも攻撃しちゃった。よし、じゃあここから一気に飛ぼう。ちょっと僕ここでもう一回、まあいいか。バーサーカーモードを試してみたいなと思ったんだけど、セーブしとこう。かなり強敵だったから。レジスタンスキャンプね。はい。どういう時にバーサーカーモード使えばいいんだ。雑魚に囲まれた時なんかはいいかもしんないですね。ちょっと試しに使ってみたいな。レジスタンスキャンプに A2 が来た。あ、ちなみにここって使えんの。あ、使えない。やっぱ 2B と 9S 専用なんだ。ちょっとこんな場所で申し訳ないけどやってみていい。バーサーカーモード、ドカーンなって、この状態で、あ、めっちゃ早い。で、攻撃力も上がってると。あ、でも HP がガンガン減ってるし、この状態になっちゃうってことなのね。はぁ、なるほどね。まあ、なかなかね。使い勝手は難しい。あれ、なんか服変わった。これ、あれか。自爆の時と同じで、服がいやらしい感じになっちゃうんだ。あ、ちょっと。ただでさえ露出の多かった服がさらに露出が多くなっちゃう。もうな、何もかも見えちゃってんじゃない。これどういうズボンなのこれ。あら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 、こんなんなっちゃった。いやらしい。こんないやらしい格好のまま、姉もねさんいない。レジスタンスキャンプの誰にちょっと話しかけてみたいな。みんなに、あなたどっかで見たことがある。質問を、俺に質問をしてくれ。質問はない。武器屋とか普通に使えんのか。見かけない顔だ。使えない。で、キッチ外か。行ってみよう。ん、なんか、え、パスカルさん。
ちょっと機械生命体同士の争い、助け助け助ける、よしよし、大変ありがとうございましたほぼ全裸になっちゃったけど、パスカルさんやないですか。貴様も機械生命体だろ。いいえ、あなたと戦うつもりはありません。私の、こんなところでなぜ戦いを嫌う機械生命体です。だからなんだ、機械生命体に魂なんかない、ただの殺戮機械だ。私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。そうですか、あらあら、仕方ありませんね。それであなたが救われるのなら。いや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 、何この選択。パスカルを生かしておく、パスカルを許さない、許さない。いや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 、生かそうよ、生かすし、生かそうよ、何もパスカルさん悪くないって。ただまあ、A2 は復讐の鬼というか、気が変わらないうちにどこかに行け。あなたは、いいえ、何でもありません。ありがとうございます。なんだろう。あ、パスカルさん飛んでった。これパスカルさんのパンチラですよ。パンチラってなんだよ。なるほどね。このイベントをしてから中か。あそこでパスカルさんを殺すこともできたのかな。殺したくねえんだけど。アネモネさん、お前は2号生きていたのか。久しぶりだな、アネモネ。生きてたのか、よかった。あの時一緒に戦った奴らはみんな死んだよ。21号は私がこの手で、すまなかった。2号、君にそっくりな 2D っていうヨルハがいたんだ。そいつは死んだよ。 2D は私が殺した。ロンリーウイルスに汚染されていた。そうなんだよね、 2B ちゃん。でも 2D の意志はなんか A2 の中で生きてる気がすんな。このキャンプは自由に使ってくれ。施設の説明は必要ない。カヌの記憶はこの剣に残っている。城の契約、分かった。 2B の使っていた部屋は自由に使ってくれて構わない。私がここのリーダーをやっているのだ。みんなには言っておく。おお、なるほど、自由に使えるわけか。聞きたいことがあるんだが、フィルターを開けてもらえないか。燃料用、最近在庫を切らしている。パスカルが生産してるから、よければ直接取りに行ってくれ。あそこでパスカルさん殺してたら積んでたんじゃないの。フィルターなくなっちゃって。知っているのか、機械生命体と取引をしているのか。敵じゃないか。あいつの村は特別、我々に危害を加えない。でも同盟を結び、必要に応じて資材を交換を行っているんだ。目的のためなら手段を選んでいる場合じゃない。それに白旗を上げている奴らを殺すほど私たちは終わっていない。おお、やっぱ殺さないでよかった、さっき。なるほどね、変わったな2号。口調も性格もあの頃の君とは全く違う。服装も違うでしょ。変態みたいな格好になってるでしょ。姉者はリーダーらしくなった。私なんてローズに比べれば。お、あの時の記憶はそこの外部記録に保存している。私たちが戦ったあの日のことは残しておかないといけないと思って。そして君にはそれを知る権利がある。私たちだけは忘れちゃいけない。ほうほうほう、なるほど。あそこ調べればいいのかな。足りないものはないか。外は危険だ。これで道具屋とかも解放されるのかな。ちょっとここ調べてみっか。ファイルを選択してください。ヨルハ部隊による真珠湾降下作戦の個人的記録1。
が読まさせてもらおうか。私の名前はアーネモネ、アンドロイドレジスタンスのリーダー。この記憶は私が経験した戦闘と敗北の記憶、自らへの戒めとしてここに残しておく。機械生命体が放つ攻撃が鼻先をかすめる。ほんとサウンドモデルだな。かすかに漂う一周にカニが少し焼き焦げたことを知った。アーネモネ、一旦引け。隊長であるローズの声に従い、手近な敵を潰した後に背後に走る。そこはレジスタンスの仲間たちが集っていた。何度目の戦闘になるんだろう。いつもの戦場、いつもの消耗戦。私たちレジスタンスは終わりの見えない戦闘を繰り返していた。この戦いにはどんな意味があるのか、もう忘れてしまった。ただ戦い続けるだけだ。敵を残滅するか、こちらが死ぬまで。このままじゃ自利品だよ。どうしよう。シオン、シオン落ち着いて。リリー、突破口はあるはず。突破口は探すもんじゃねえ、作るもんだ。待て、ダリア。なんかいっぱい出てきた。ダリアの腕をつかみ、ローズを振り切る。私たちを読み戻したのは何か考えがあるに違いない。そのローズは目の前に迫る敵の群れとは違う方向に目を流れていた。敵の流れは明らかに変わった。先ほどから向こうで誰かが戦っている。みんなここにいるよ。マーガレットも疑問に全員が顔を見合わせた。この辺りで機械生命体と戦えるのは私たちレジスタンスだけだ。隊長のローズ、ガーベリダ、ガーベラ、リリー、ソニア、エリカ、マーガレット、シオン、ダリア、そして私、アネモネ。みんなお花か。もう200年ほど前になる。第8次降下作戦の生き残りのアンドロイドたち。敵の罠か。不安げのソニアをシオンが抱きしめる。そうこうするうちにいつの間にか頭の上を飛び交っていた攻撃がまばらになっていた。幸いこちらは手薄になってきたような。このまま飛行。なんだよ、アネモネ、戦ってた奴らを見捨てていくのか。ダリア、君は仲間をどうかもわからない奴に命をかけるのか。仲間を危険にさらして。そんなこと言ってねえだろう。これムービーで見せてくれ、これもう。みんな視線がローズに集まる。それを自然に受け止めながら、ローズはほんの少し間を置いて口を開いた。ガーベラ、あの方角には以前仕掛けておいた地雷が残っている。うん、そういえばちょうどよく敵がそっちに流れてるみたい。うまくいけば奴らを一網打尽にできる。ローズは隊長らしい余裕のある笑みを浮かべた。うん、地雷、アンノーンの確認はその後に回す。一斉に飛び出した。結論として目指した先にいたのは私たちと同じアンドロイドだった。そこにいた国営のアンドロイドたち、ヨルハと名乗る彼女たちをおとりにし、私たちは地雷を起爆。え、敵生命体を一掃することができた。しかし、やめてください。私たちはあなたたちの味方です。新型なんです。自分たちに向けられた銃口に国営のアンドロイドが焦りの声を上げた。どうかな、そんな部隊が送られてくるなんて話聞いたことがないけど。敵味方の判別をつけるために私は鎌をかける。彼女たちはゴーグルをしているせいで表情が読めないが、嘘を言っているとも思えない。だがそんな情報を聞いたこともないのも事実だ。国営のアンドロイドは全部で4人。2号、4号、16号、21号番号で呼び合っている。この2号が A2 か。私たちの作戦は極秘ですから、地上にいるあなたたちに情報が伝わらないのも当然かと思います。21号が淡々と言葉を紡ぎ、どうやらこちらの方が2号よりも落ち着きがあるらしい。極秘ね。じゃあここで殺しても何の問題もねえってこった。アネモネさん悪いな。彼女の反応を伺いたくて、私はわざと挑発的な言葉を口にし、ナイフを抜いた。アネモネ、やめろ。でもローズが私を押しとどめる一方で、リリーが反論。そうですよ、最近は機械生命体の進化も激しくて、ヒロアタをした機械って可能性も。レジスタンスの仲間たちはうなずいた。みんな長すぎる戦いで疑心暗鬼に陥っている。この敵だらけの地上で生き抜くためには、わずかでも疑いの目を積んでおかなければならないのだ。上等じゃねえか。こちらの挑発に乗った16号がナイフを。面白え。同時にダリアが彼女に飛びかかった。もはや戦いは避けられない。
主任、そう悟った面々が戦闘態勢を取る中、待ってください。あ、これでも A2 なんだね。 A2 は割と、なんかそんなむやみに戦う感じじゃないんだ、この頃は。2号だけが戦いを止めようとすもみを呈した。私たちは16人の仲間でした。でも降下作戦の途中で多くの仲間を失ってしまった。司令部からは援軍も届かず孤立無援。私たちだけで作戦を遂行しなければいけない。今必要なのは仲間なんです。2号の悲痛な叫び、私はこの声を知っている。それは絶望的な状況に打ちのめされながらもまだ希望を抱いている者の声だった。おー、これがアネモネさんとの出会いだったわけか。アーカイブレジスタンスローズ、アネモネ。へー、まだ続く。行こうか、この流れでね、行きましょう、せっかくなんで。はい、記録その2。ほんとサウンドノベル、かまいたちやってる気分になるわ。スパイ編だよね。かまいたちのスパイ編だ、これ完全に。夜葉たちがもたらした情報によると、カーラ山の地下に敵のサーバーがあるらしい。それを叩けば長く続いたこの戦いに変化をもたらすことができるはずだ。ただし作戦を成功させるためにはお互いの協力が必要となる。迷った末に私たちレジスタンスの隊長であるローズは新型と共闘する道を選んだ。そしてその関係は時間とともに変化していく。何をしているんだダリア。このバカに自分の強さを思い知らせてやったところです。ふざけんな、てめえの圧倒的な負けじゃねえか。なんかいいライバルみたいに。互いに荒い息を吐きながらダリアと16号が殴り合っている。だが何度か力比べをしたせいで、すでに力のない拳やお互いの体をくすめることすら難しいようだ。そんな二人の様子を仲間は苦笑して眺めている。すっかりいい仲間になっちゃった。ダリアと16号は断るごとにぶつかるが、どうやら性格的に似ているらしい。どちらかというとね、今の A2 がこのダリアと16号っぽい性格なんだけどね。筋肉バカはすぐに慣れ合って困る。小競り合いを続けるダリアたちを横目にしながら、ローズたちは穏やかに話をしている。私たちはお互いに名前で呼んでいる。全て私がつけた名だ。その説明に4号がああと相手しよう。不思議だったんです、コードナンバーじゃないんだって。4号はうんうんと大きくうなずいた。それを見てローズは柔らかな笑みを浮かべた。君たちにも名前をつけてみようと思う。突然大声で2号が否定する。やめてください、そんなもったいないです。2号か、 A2 かわいいな。なんか2号ってば、なんで。作戦が終わったらお願いします。ほんのりと頬を染めて小さな声とともに2号ははにかんだ。何 A2 かわいい、何それ。それは諏訪奈々香さんボイスで聞きたい。違う違う、諏訪奈々香さんはだからラブライブか。諏訪彩香さんね、かぶりすぎたんだよあの二人名前。わかんなくなんだよ。果たされる確約のない希望、それまでにいい名前を考えておこう。ローズは約束をする。気づけば私以外の仲間はいつの間にか夜葉たちと馴染み始めていた。あ、アネモネさん馴染めてないの、不用心すぎる。思わず溢れたつぶやきは幸い誰の耳にも届くことはなかったようだ。ローズの判断に異を唱える者はいない。しかし私はまだ彼女たちを信頼することはできなかった。私たちは月に見捨てられた存在だ。どれだけ叫んでも嘆いてもあがいても、消えていた仲間たちの仲間の声は拾われることはなかった。それなのに今更送り込まれた新型部隊をどうして心から信用できる。姉もね、どうしたの。リリーが声をかける。何でもないと言い終える前に、それは突然に訪れた。うわぁ、クモンの声がキャンプ地に響く。その悲痛な叫びは今しがたく話したリリーの口から発せられていた。汚染だ、汚染。そのローズの一言で私たちは反射的にリリーに銃口を向ける。ロンリウイルス、ほんとウイルスはやってくれんな。それに関連したアンドロイドはデータを書き換えられ、機械生命体に乗っ取られる。あの目が赤くショウィンってなるやつでしょ。シールドを持たぬ私たちに汚染は事実上の死亡宣告だった。ハッキングタイプはいないの、スキャナータイプは。
早く解放してやらねばと震えるユリはトリガーにかかる。しかし弾丸を発射する前に胸をえぐる言葉が跳ねてられた。待って、仲間を見殺しにするんですか。言葉の主は21号。落ち着いた印象しかなかった彼女が必死に訴える。その叫び私たちの決意を鈍らせるのに十分だった。みんな家族なんですよね。リリーはそういった全ての金を背負うためす前に家族を切り捨てるなんて。ならばお前に何ができる。私の力を使ってウイルスを消します。そんなことは不可能だ。血を吐くようなローズの先や私たちの心情そのままだ。リリーが信じられない怪力で周囲の仲間を吹き飛ばし始める。汚染されたアンドロイドはリミッターが外れ、その機体が破壊されるまで周囲のアンドロイドに死と汚染を撒き散らす。相当厄介だね。力自慢の16号とダリアが飛びかかって抑え込もうとするが、逆に叩き潰されてしまう。今まで何人の仲間が汚染されただろう。その度にこの手で撃ち抜いてきた。かけていく識別番号にないはずの心が悲鳴を上げる。それに耐えられなくて名前をつけるようになったのはいつからだったか。リプログラムスタート。21号の緊張した声が。彼女は端末に入力するのに合わせてリリーが激しく身もだえる。2号と4号がその体を押さえて。アンデモネ。ローズに驚きに満ちた声で私を呼ぶ。それを聞いて私は初めて暴れるリリーの体を2号たちと共に抑えていることに気がついた。21号が叫ぶ。リリー、あなたの病気は私が治す。21号いい子だな。21号も2号も命がけでリリーを救おうとしてくれている。ならば私も彼女たち夜波にかけてみたい。信じてみたい。データインストール。レジスタンスたちの願いとなってリリーに突き刺さる。リリーの体、恐ろしい力で私を振りたほりふりおらろうとする。だがこの手は絶対に離さない。私はもう失いたくない。突然リリーの体から力が抜けていく。21号が荒い息でつぶやいた。ウイルスの除去完了。リリーは戻ってきた。レジスタンスたちの歓声。私はリリーを抱きしめると21号を見上げる。無表情だった彼女が少し微笑んだ気がした。いつの間にか私の中にあったヨルハたちの共闘への不安は消えていた。なるほど、こうしてレジスタンスのみんなとヨルハに絆が生まれたと。長い長い。まだちょっとどこはね。いやもう行こう行こう、こうなったら行こう、こうなったら行こうね。ちょっとほんと綺麗にスラスラ読めなくてごめんなさい。お聞き苦しい感じになっちゃってるかも。第14次機械戦争真珠湾降下作戦、それが彼女たちヨルハの作戦名。過去あれだけ激しい銃撃と途切れることのない爆撃があっただろうか。破壊目標である機械生命体のサーバー、その本体が設置されている河原山での戦いはまさに死闘だった。援軍の派遣を要請します。迫り来る敵の大軍を前に2号が早口でまくし立てる。しかし衛星軌道上にある司令部からは否定しか返ってこない。奴らはいつもそうだ。月と衛星から私たちを見下ろしているだけだ。後戻りもできず、もはや進むしかない絶望的な状況の中で私たちは二手に分かれることにした。先行部隊はサーバールームに侵入、破壊。後方部隊は追撃する機械生命体の足止め。残るのはリリー、ダリア、マーガレット16号の4人。みんなの役に立ちたいと願ったリリー、それを手伝うと笑顔で答えたダリアとマーガレット、そしてそんな彼女たちを援護すると言ってくれた16号。彼女たちは先行部隊の盾だ。その代償は命だが、反対する者はいない。私たち先行部隊も遅かれ早かれ死ぬのだ。もう出会うこともない仲間、その思いを背負い、お互いは背を向ける。ダリアたちの防衛によって私は山頂にある最終ゲートへ到達することができた。もうほとんどこれスピンオフだな。これだけで一つの作品ゲームできるな。これ機械生命体のサーバー、それを破壊すれば太平洋全域の機械生命体に壊滅的な打撃を与えられる。しかし21号がエレベーターの操作端末の前で渋い苦い顔をする。先に行っててください。端末をハッキングしながら21号はエレベーターに仲間
誰かが外部から操作しないとエレベーターは地下のサーバールームまで行かずに止まってしまうらしい。敵が迫っています。いいから早く。私はエレベーターから取り出す。私は21号を援護する。みんな先に行け。エレベーターの扉が閉まる。心配そうなローズ、そして2号。それが私が2号たちを見た最後の風景。おー、大丈夫、私が蹴りをつける。気づかないエレベーターホールで21号が荒い息を吐いている。あなたが残ってくれてよかった。ああ、やはり小さなのため息が自分の唇から。私は銃をゆっくり持ち上げて21号に向ける。21号の目が赤く染まり始めている。ああ、汚染された。今まで汚染された仲間を何人も見てきた。だからこそ彼女を一人にしておけなかった。リリーに投与したワクチンはすでに効かないらしい。敵も進化しているらしく、21号のパターンを学習して体勢をつけているようだ。もはや誰も彼女を救うことはできない。エレベーターがサーバーに到着したらちゃんと殺してやる。エレベーターはどんどん降下していく。それはまるで21号の命のカウントダウンのようだった。そうしてどれだけの時間が過ぎたのだろう。待つには長く、惜しむには短い時間。遠くで大きな爆発音。エレベーターホール全体がゆっくりと揺れる。おそらくリリーたちの最後のあがき。自らの U ゴールを暴走させたのだ。仲間の死を伝える音。その振動に身を委ねながら21号が自身のゴーグルを外す。あなたに会えてよかった。ホール内の照明を受けた瞳や汚染が進行し赤く輝いていた。せめて彼女の自我があるうちに。私もすぐに行く。その言葉に21号はふっと微笑んで、エレベーターが最後層に到着するとともに彼女の頭部を撃ち抜いた。無造作に転がる21号だった物体を見つめながら震える手で銃を見つめる。自分のこめかみに銃を向ける。これで全部終わる。この悪夢のような戦いも無意味な私の存在自体も終わる。なのに引き金にかけた腕が指が動かない。体の制御に異常はないのに呼吸が自然と早まり、背中を冷たい汗が流れる。見開いたままの瞳や乾きバイタルがおかしな数値を刻む。声が聞こえる。許さない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 。仲間が犠牲になって必死になって戦っているのに、あんなに辛くてこんなに悲しい思いをしているのに、一人で楽になろうだなんて許さない。それは戦場で生きる者の使命を果たせという呪い。もう一人の自分の叫びだった。呪いか。私は絶叫しエレベーターホールを飛び出す。やってやる。そこまで言うのならやってやる。機械生命体を殺して私が殺されて全部終わりにすれば満足だろう。ありったけの武器と弾薬を抱え戦場に飛び出す。私はここだ、私はここだ、私を殺せ。アネモネさんすごかったんだね。そう叫んだ瞬間、凄まじい爆発が辺り一帯を吹き飛ばした。焦げ臭い風が頬を撫でる。地下のサーバールームで起きた爆発により、カーラ山はその山の形を変えるほどに破壊されていた。敵の機械生命体がなぜか無傷の個体まで動かなくなっている。焦土と化した地上を眺める防衛していたリリーや16号、サーバーに向かった2号とローズもおそらく生きてはいまい。死の恐怖に取りつかった私だけがただ一人残されていた。生き残った。止めようもない笑いが腹の底から湧き起こる。何がすぐに行くだ。俺が発した言葉があまりにも虚しく滑稽で馬鹿らしくたまらない。生体機能が壊れるほどに私はそこで笑い続けた。そうして一昼夜も過ぎただろうか。笑うことにようやく飽きた私はゆっくりと立ち上がった。私は一人残った臆病者だからこそ、共に戦った彼女たちの意志を継ぎ戦い続けなければならない。自分で死ぬことができないならば誰かに殺されるその日まで、泥を吸ってでも生き延び、機械生命体を一体でも多く滅ぼそう。きっとそれこそが私に課せられた罰なのだ。
これは呪いか、それとも罰か、それとも罪かか。壊れかけた体を引きずりながら私は西へ向かって歩き始めた。なるほど。でもこれで A2 は生き残ったわけだね。そのエレベーターの16号21号4号。私はまだ生きているんだ、ごめんね。肩がついたらすぐにそっちに行くから。おー、なるほど、なるほどね。オートマタの夜でした。いやー、そんな過去が。真珠湾効果作戦、アネモネさんすごい大変だったんね。アーカイブもめっちゃ増えてたな。ちょっと全部見るの大変だけど、ちょっと気になるのはアタッカー2号だけはせめて見ておきたい。真珠湾効果作戦16号21号。あー、でもやっぱスキャナーだったのかね。アタッカー4号アタッカー2号。なるほどなるほど。サーバー破壊後に現地から逃亡し、現在も捕捉できていない。ほうほう。本モデルの性格設定に問題があったかについては技術班の方で解析を進めている。だからまあなんかちょっとこう、ローズだっけ、ローズが一緒にサーバールーム行ったんだっけ、ローズが犠牲になってなんか助けてくれたりとか、そういうことやったんかな。いやでもそっか、それで行方不明だから司令官が、そっか、司令部が探してるっていう、そういうことだったのか。だから追われてんのか A2 は。でもそのバンカーももう爆発していないと。なるほどね。いいサウンドモデルでした。ろ過フィルターが破損すると燃料供給に深刻な問題が発生、うん、推奨燃料用ろ過フィルターの早期交換。分かってるよ。機械生命体パスカルを中心とするコロニーの座標を確認。パスカルさん、マップにマーク完了。うるさいな。A2 はでもかなりこう性格変わったよね。あのアネモネさんの記録見るに、昔はもっと おしとやかな感じだったと思うんだけど、ちょっとセーブしておこうか。さあそれじゃあどうしよっかな。お部屋が使えるんだ、回復薬。あ、回復薬をいつも置いてくれる優しいアネモネさん。でおそらくメンテナンス屋とかも解放されたから、ちょっとそうだな、強化、あ、なんだっけ、デボルポポル、あ、なにこの武器、こんなんあったっけ。へえ、三式残機刀、これかっこいい、持ってない、買う。なるほど。まあでも他は今は特に。ハッキングで敵撃破時に敵が断末魔を叫ぶ、何それちょっと面白いやつ、断末魔。そう、帯はいいや。少し私たちの仕事を手伝ってくれない？え？ちょっとデボルったら仕方ないだろ。あのクソでかい塔が出てきてから資材も人手も足りないんだ。まさかのサブクエ。このまま雑用に追われちゃレジスタンスたちの修理もままならない。この子たち可愛いよね。それはそうだけど、というわけで頼む、仕事を手伝ってくれ。サブクエか、手伝ってもいいんだけど、まあ一回やる。あーでもな、結局な、いやちょっとごめん、今はメインクエをとりあえずとにかく進めていきたい。そのうちちゃんとやるからごめんね。うん、そのうちちゃんとやります。
ちょっとアイテムや特にあっレコード第3週こんなん追加されてる。そっか、3週目に入るごと1週終わるごとにこれ追加されていくのかな。買っとこう。スタン、あとは別にないか。ジュークボックス聞きたいな。どんな曲があるのかだけ調べていきたい。あ、でも武器の強化もしていきたいんだよな。あんたその武器は。そうか、あの子は死んだか。あ、 2B のこと。そっか、 2B の装備持ってるから。夜ハブ隊の武器や装備者の外部記録が保管されている。彼女が持っていた能力や思い出を大事にしてやってくれ。あ、この白の契約に 2B の思いが込められているんやね。あー、そっか、真偽もゲットしたんだよね。これもできる限りじゃあレベルアップゲッておいて、あとさっきゲットした三式、これもね、素材はいっぱいあるんで、うん、まあとりあえずこんな感じか。ポット強化できないかなって思ってるんだけ ど、あれ、メンテナンス屋さん、メンテナンス屋さん、あ、この人か。はい、お、ポットがレベル3になる。ポット A、 マジか。へー、じゃあ、おい、いいじゃん。これさらに34がマックスかな、強化パーツ。そっか、 B がまだ1なのか。天然ゴムが足りない。すげえ、ポット A レベル3だよ。これは嬉しいね。ポット A、 ポット A はね、ちょっと待って、あのポットプログラムをブレードあんま使えなかったな。普通にレーザーにすっかな。うん、レーザーでいいや。よし、じゃあパスカルさんのとこに行きましょうかね。サブクエがいろいろ、そう、前回の 9S 期の時もそうだったんだけど、サブクエをねやりたい気持ちもあるんだけど、正直早くメインクエストを今は進めたいっていうね。でもジュークボックス気になるから聞いていっちゃう。何が追加されてんだろう。これタイトル見ても分かんないんだよな。戦闘、おばあちゃん、おばあちゃんって何、こんなんありましたっけ。あ、でも聞いたことある。これおばあちゃんなのこれ。にしてもといやらしい格好しとるわ。はい、行きましょう。じゃあ、パスカルさんのとこよね。村まで、じゃあ、あ、飛べない、飛べないか。じゃあ走ってくか。じゃあ鉄塔付近まで飛んで、そっから走っていこう。あ、ダメだ、端末利用しちゃうと服が元に戻っちゃう。ダメじゃないけど、あー、いや、まあまあまあ、露出系の、露出狂の A2 ちゃんはここまでっていうことで。すごいよな、バーサーカーモード。自爆で服破けるはまあ100歩譲ってわかるけど、バーサーカーモードで服がなくなる。あ、服がちょっと元に服の丈が元に戻った。いや、でもまだこっちの方が好きかな。やっぱ あれはね、あまりにも露出が多すぎてどうなってっかよく分かんなくなっちゃうから。はい、じゃあパスカルさんの村はこっち行って、あ、敵いんな。早速ポット A を、おお、ガンガン削れる。あ、これ A2 でも釣りできるんだ。釣りする、釣りはどんな釣りモーションかだけ見たいんだよね。アイテム取って、釣り釣り
ん、できないな、できないな。敵いるからか。あ、敵いるからか。うん、でもこの辺は楽に倒せるな。やっぱりあの砂漠の敵が異様に強かったんだよね。よし、釣り開始。釣りやってる。あー、でもやっぱ 2B に似た感じ。あ、 2B にやっぱ似てんな。この背中とかのさ、筋肉のつき方にもすごいこだわりを感じるんだよね。ちょっとアップで見たいんだけど、カメラがこれ以上近寄れないから。報告、申請。メダカかな。メダカ、メダカ型機械生命体。エイトゥーちゃん、アジ食べちゃダメだよ。アジ食べると夜走るから。こっちね。これを取りつつ、パスカルさん、今行きます。お、見張りロボ、こんにちは。好きなだけ足の伸ばしてくださいね。いや、でもこんな超機械生命体アンチの A2 が、ここはパスカルの管理する平和的な機械生命体の頃に、機械生命体が多数存在するのは予測の範囲内。疑問、ヨルハ機体 A2 の予測の煽られてる。そのうちぶっ壊す。なんかいい関係になってきたね、 A2 とポット。ギアはまとくんなもないか。ん、近々森のやつと会う約束をしてるんだ。俺にものづくりを教えてくれたやつだから腕を保証するよ。なるほど、よし。これでパスカルさん、あの時の助けていただき本当にありがとうございました。それで何のご用でしょうか。何も喋らない。説明、ヨルハ機体 A2 のフィルターに不具合。経過、レジスタンスキャンプのリーダーアネモネより情報を入手。目的、フィルターを入手するために来訪。要求、フィルター。全部説明するな。A2 の発言不足によるコミュニケーション不足。めっちゃディスられてる。うるさい。そういうことですか。今は材料がなくて、フィルターを作るには合成植物の樹皮が必要。最終エリアの近くには凶暴な機械生命体がいるんです。申し訳ありませんが、今は作ることができません。樹皮の確保と輸送、何勝手に了解しているんだ。合成植物の樹皮の採取可能な場所をマーク。どこどこ。めっちゃやらされてる感が。なるほどね。元気にしてたか。僕の方が元気にしてたぞ。子供ロボいいわ、可愛いわ。元気が一番ってパスカルおじちゃんが言ってた。やっぱパスカルっておじちゃん男性なのかな。まあ、機械生命体に性別わかんないけど。どうしてもって言うから僕も一緒に遊ぶことにした。全くしょうがない奴らだ。ん？で、どこに行けって？なんかサブクエ、サブクエほんといろいろ出てんな。ん？あ、森だ。森か。じゃあ森林地帯中央まで飛んで。報告、うん、平和的機械生命体であるパスカルへの敵意は、うん、コスト的に無意味と判断。推奨、早急な友好関係の締結。友好？冗談じゃない。あ、やっぱそれは拒否するんだ。じゃあ森まで飛びましょう。
中央が近い、いや森の中央でいいか。はい、いまだにね森の地形をちゃんと覚えてないんだよな、迷うんだよな。いやでも A2 ちゃんはね本当にあのパスカルさんのことは、パスカルさんはいい機械生命体だから、可愛い声のおじさんだから許してあげて。おじさんなんだね。あー乗ってく？乗ってくって気軽に言うけど、乗ってく？いやでもいろいろ敵出るか、まあもう近いだろうから走っていっちゃおう。ほらいいんじゃんいいんじゃん、王の敵がいるじゃん。おお、どこにいたどこにいた。急に来たなおい。よいしょ。いやーやっぱこの戦闘、剣を使う戦闘がやっぱ一番楽しいな。うわ、なんかヤバそうなのいんね。うわー、チャーションもうせっかくチャージしたのに。こら貴様、あの奥にいるやつをチャージレーザー、チャージ3本マックスで。あ、やべ、なんかいっぱい来てる、あ、なんかいっぱい来てる、やべやべやべ、あ、それどころじゃねえわ、それどころじゃねえ、ちょなんだお前は。うわっ、ちゃよし。うわー、ここ結構危ないね。よしよし。いやーでもバッサバッサと、うわーったー、レベル上がったー。そうだ、三角もちゃんと使っていかないと。なんか 9S 君が三角がハッキングだったからちょっと操作が、よしよしよし、気持ちいいこの、いやーいいな、 A2 操作いいわ。あれってこっちにでかいのいなかったっけって、あ、擬態がいる。擬態はね仲間にするともう本当汚染されてるから。そうそう、そんでこのレーザーを当てたかったんだよ。行くぜ、よいしょー、すげー、一発気持ちいい。あれ、でもここが目標地点、あれここ目的地なのか。うん、いや違うよな。あ、いや、ここでいいのか。これなんだっけ。ああ、謎の手紙か。ってことは、この辺りに樹皮があるのか。もしかして今の大型はボスだったのかな。あ、ゲット、あの機械生命体のところに行くか。なるほど、これだけでよかったのか。それじゃあパスカルさんのところに戻りましょう。そう、森もね霧がかかってねちょっと見えづらくなった。あの前回の肉の箱ん、なんか追われてる。なんだ貴様はこら、あれ、うまく決まんなかった。お使いクエストも終わったところで、あ、であれだね、こまめにセーブした方がいいね。本当死んじゃうともう回収できないから。はい、パスカルさんの村へ。なんとか今のところね、そのバンカーがぶっ壊れてから死んでないから
ことなきを得ているけど怖いな。やっぱさっきの砂漠のあのボスが非常に厄介だったから、ああいうのが出てこられちゃうと危ない。オート回復に本当助けられた。オートアイテム使用か、オートアイテム使用。パスカルさん、パスカルタソー、パスカルタソー持ってきたよ。ああ、エートゥーさん、ありがとうございます。かわいいな、パスカルさん。今からフィルターを作っていきますので、待っててください。うん。おー、飛んでた。パスカルの機関を確認。早っ。お礼をするって。 A2 さん何かご用でしょうか。フィルターをタダでもらったからな。鍵を返せないと気が済まない。あら A2 ちょっと出れ始めた。出れ A2 いいよ。何か手伝えることがあれば手伝おう。実は困っていることがありまして、凶暴なロボットが遊び場に現れては子供たちを襲うようになったんです。危なすぎるわ。変質者？変質者なの？そのロボットを退治してはいただけないでしょうか。もういいよいいよ、やるよ。他の人には頼めません。どうかお願いします。引き受けよう。ありがとうございます。これサブクエじゃないよね、メインクエだよね多分ね。きちんとお礼をいたしますので何卒よろしくお願いします。あれこれサブクエかな。でもまあいいか、近いしやるよ。この下ですか。おい、ただ状況が状況だから早くメインをどんどん。あ、こいつ機械生命体を感知。うわ、ほんとだ、すげえやつだこいつ。よっしゃ、ほらどうよ。あ、だから下に誰もいないんだ。悪いやつがいるから。よし、パスカルさん倒してきたよ。早いでしょう。ありがとうございます。あのロボットを退治してくださったんですね。謝礼をお受け取りください。おお、いいんじゃない。私たちは平和主義者です。戦うことが嫌でこの村を作りました。でも武器を捨てた結果、力のあるものに抗う術を失いました。村の中には平和を守るために周囲の敵を滅ぼすべきと主張する者もいます。エイトゥーさん、私たちはどうするべきでしょうか。さあね。それを決めるのはパスカル、お前だろ。そうですね。あと私を襲うようなことがあったら遠慮なくこの村を滅ぼすからな。心得ました。なるほど。エイトゥーさん、よければこの村を見ていってください。あなたには私たちのことをもっと知ってもらいたいのです。気が向いたら。ゲストとって出てんな。あれ、お姉ちゃん、お姉ちゃん。遊んで遊んで、かわいいな。子供ロボ、機械生命体と遊ぶ趣味なんてない。やだ、遊んで遊んで。私はお前たちの敵のアンドロイドだ。言うことを聞かないとぶっ壊すぞ。キャー、楽しい。なんで喜ぶんだ。ねえねえお姉ちゃん、おもちゃ作って。おもちゃ。A2 お姉ちゃん、遊ぶのには遊具が必要でしょう。必要でしょう。なんで私が。この村の道具屋さんで売ってるから買ってきて、買ってきて。買ってきてやるよ。なんか普通に優しいクールなお姉ちゃんになってきちゃった A2 が。お姉ちゃん遊んでよ、受注。道具屋に売ってる。
いらっしゃい。子供の遊具、ああ今品切れしているんです。材料さえあれば作れるんですけど。え、何材料って？ここに書いてあるんですけどね、この材料を持ってきていただけたら子供たちを幸せにできるんですけどね。この村の住人はみんな押しつけがましいのか。あ、エイトゥのセリフだったいやいや、そんな滅相もない。どうせ断ってもしつこく言ってくるんだろう。集めてくる。ありがとうございます。必要な材料は遊園地で集められる。遊園地行くのか。クソ遠いな本当だエイトゥいいな。クソ遠いな。ぶっきらぼうなクールなお姉ちゃん、先が思いやがれる。あー、なるほど。じゃあ遊園地まで飛びますか。乗り物拾う。あ、はい。いやでもこう機械生命体の子たちのためにね、もう機械生命体は殲滅するって言っていた A2 が材料を集めて頑張ってくるっていう、いいね。なんかね、出れ始めてきてるね。で、何を集めてくればいいんだ。ちょっとクエスト見てみましょうか。あ、同胞たちの行方も、そっか、途中だったのか。遊具の材料5つ。うんうん。どこにあるんだ。あ、早速1個。あ、早速2個。あれ、こいつやべえやつか。あー、殺した方が良さそうだな。切り捨て、ごめん。あとどこに、どこにあるか。綺麗な蝶か。お、おっとっとっとA2 バグっちゃった今。やっぱポットレベル上げたから一撃がすげえでかくて便利。でも場所的にこっちなんだよな。あー、こっちの上を伝っていくのかな。あ、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 これ違う、これ違う、これ違うのか。これ違うから、この中とか。中はない。じゃあここ上伝っていきましょうか。あ、ちょちょちょ、よいしょ。で、うわっとっと、危ねえ。ほいほい。お、3つ目。あと2つ、あと2つ。この辺になんか、あ、これは、あ、これ違うの。ピエロロボ。ポンコツ、壊れた、私、あたし。うわぁ、お前も壊れちまってんのか。なんか、切ないなぁ。ん？ドカーンって音がしたよ。なんか出んじゃねえの？うわっ！戦車！あ。これなんだ？ポットプログラム？ボルト？何それ？新しい武器だ。ちょっと、使いたい。何、ボルトって。ボルト。ポットが近くの敵一体を感電させる。一定時間ダメージを与え続ける。敵一体を感電か。ちょっとわからん。使ってみよう。こいつ、攻撃してこないね。してこないけど。
遊具が足りない。おそらく倒すことでゲットできる感じかな。ボルト使っちゃうから。ほら、よしよしよし、うわあ、でもあっさり。あれ、倒したことでドロップすんのかなと思ったけど、違ったか。こっちかな、ジェットコースターにもしかして乗っちゃう。あと1個。ジェットコースターは乗っちゃっても意味ないよな。意味ないと思うんだけど、場所的に拾い忘れがあるっぽいっすね。こっちにマークが出てるんで、あ、これとか。おー、ゲット。これでパスカルの村の遊具に必要な材料は揃った。道具屋のところに行くか。お姉ちゃん遊んでーが更新。こっちからトントンと、ここは落ちちゃいましょう。で、はい、あ、セーブしとこ。何が起こるか分かんない。怖い。村、これで子供たちのおもちゃを作ってあげることができるっていうメインクエスト。え、これサブクエどっちなんだな。でもなんかこのサブクエをクリアするということがメインクエストなのかな。だからまあおそらくこういう有効的な機械生命体がいるよっていうのを A2 が知っていくっていうことだと思うんだけどね。子供たちどこにいるんだ。あ、この上がメインクエか。ちょっと待って、子供たち、あ、違う、道具屋さんに渡せばいいのか。そうか。おい、おもちゃの材料を集めてきてくださったんですね。早速5分後作って設置してきました。早いな。そういえば子供たちがお礼を言いたいそうです。子供たちは村の最上部滑り台の一番上にいるので、よければ遊んでやってください。会いたい。え、最上部の滑り台、そんなんあったっけ。最上部、この BGM 好きなんだよね。ラララララ。あ、ここは引きこもりロボだ。うん、あ、これあの子たち、うわ、癒される。お姉ちゃんだ。お遊具を作ってくれてありがとう。なんかわかんないけど泣きそうになるなこれ。ああ。ねえお姉ちゃん。ちょっとお姉ちゃん奥の宝箱が気になっちゃうんだけど。なんだ、もうお願いは叶えてやっただろう。これ僕たちからのお礼。おお。ありがとうね。おー、パスカルさん飛んできた。パスカル、驚かせてしまってすいません。子供たちのために遊具を作ってくれたそうでありがとうございます。いやー、心温まるストーリーだわー。前回までもうすごいやみまくりの内容だったから、あまり無理しないでくださいね。またいつでも遊びに来てください。いいね、のほほんストーリー。平和的な機械生命体か。おもちゃ楽しい。ちょっとこの奥の宝箱が気になるんです。
もらっていきます。回復薬中。あ、これ滑り台、こんなんあったんだ。今できたのかな。おもちゃ楽しいあ、なるほどね、ここから。あ、滑ってきてる滑ってきてへえー、ラー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 機械手、平和的な機械生命体で、メインクエがこの自由ロボかな。話しかけてみようか。僕は本当にパスカルさんを尊敬しているんだよ。はぐれ者のためにこんな村を作ってくれて感謝してもしたりないよ。恩人のパスカルさんにお礼がしたいな。お礼がしたいんだよね、チラ何か言いたそうなので聞いてみる。めんどくさそうなので放置する聞いてみよう。何か言いたそうだな。そうなんですよね、パスカルさんへのお礼をプレゼントしたい気持ちが存在するんですよ。パスカルさんが好きな哲学書、哲学書が好きなのパスカルさん。レジスタンスキャンプにあるらしいんですけどね。取ってきてやるよ知らないよそんなこといやもうデレデレートゥーお姉ちゃんで行きましょう。こうなったら取ってきてやるよ。パスカルには世話になったからその哲学書ってのを取ってきてやる。本当ですか、ありがたいんだよね。哲学書はレジスタンスキャンプのアネモネ、あ、アネモネさん溜め込んでるらしいから奪ってきて。奪うの、借りるとかじゃなくて奪うんだ。なるほど、いやーいいねデレデレ A2 お姉ちゃん好きだわ。じゃあレジスタンスキャンプ、哲学書が好きなんだ。サルトルさんと話が合いそうだねそういえばサルトルさんどこ行ったんだろう。結局世界を旅するっつってどっか行っちゃったけど。ラーンラーンこの曲が本当癒されるんだよな。本当に子供が歌ってるみたいな、なんかお声ですよねこの曲はね。さてアネモネさん、アネモネさん哲学書を持ってるのかい。パスカルが哲学書を欲しがっている。ちょうど読み終わったやつがある。これでよければ持って行ってくれ。すまない、ついでにこの金庫もパスカルに渡してやってくれないか。以前から頼まれていたのがようやく手に入ってね。わかった、ほうほう。哲学書パンセ、パンセ。しかし機械生命体が哲学書か。私たちは敵である奴らのことを何も分かっていないのかもしれない。パンセってなんか聞いたことあるな。聞いたことない。ちょっとあれ、うんうんうん、なんだなんだ、ムービー入っちゃった。なんだろう。でも哲学書クエで微妙に進んできてんのかな。効果が終わるところで初めて余計物ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。ニーチェか男性深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが、さて本だけではなく私もこの世界を見て回らないといけませんね。ええ、まさかのまさかのパスカル操作。随分言葉が上手になりましたね。でもまだ勉強が終わっていないじゃないですか。今日は植物の図鑑を読んで覚えるって約束でしたよね。ええー、まさかのパスカルの単だよ。もちろん遊びますよ。パスカルおじちゃんは嘘をつきませんからね。パスカルおじちゃんかわいい。そこは悪い機械生命体になっちゃいますよ。かわいい。おお。何でしょうか。
なになになに、ちょっと怖いな。なんかすごいこうのほほんとした幸せな時間が流れてるけど、なんか全部前兆っていうか前振りに思えて仕方ないんだけど大丈夫？これをパスカルのところに持っていけばいいんだな。うん。え？聞こえますか、エイトゥーさん？え？あ、ちょうどよかった。頼まれていた素材は今。大変なんです。村人たちが。え？いややめて。パスカル。ちょっと。ほら、前振りやん。やっぱ前振りやん。事件であるパスカルに問題が発生。推奨。パスカルの村の状態調査。言われなくても。え、ちょっと、何があった？あ、端末使えない。これは相当嫌な予感がしますね。セーブしておこう。よし、それじゃあ向かうか、もう走っていくしかない。ダッシュだ。端末が使えない。村に何があった？あ、シカシャン。シカシャン、よろしく。シカシャン、早く。シカシャン、ちょっとシカシャン。よし、行けー。いやー、なんかちょっとあの村に何かが起こってしまうのは推奨、本当に嫌だ。速やかなパスカル村の状態調査。うん、分かってる。すぐ行く。ちょっと待ってね、こっちからぐるーっとこうやって行くから。カルさん無事かな。なんか村のみんながって言ってたから、あの遊園地のさ、機械生命体たちもちょっと様子おかしかったじゃん。あの友好的な機械生命体たちも、いやー、なんかん、エイトゥーは急に少しだけ散歩がしたくなった。満足した頃にはパスカル村はとっくに滅びていた。おお、ちょ、嘘でしょ、なんで急に終わった。もしかしてなんか範囲外から出ちゃった？急に散歩がしたくなったエンドだ。気まぐれお姉ちゃんエンドだ。いや、いかん。おお、セーブしといてよかった。なんだ今の終わり方。あっぶねえ。ごめんなさい、もう一回やり直します。戻ってきたぞパスカルさん、今すぐ行くからね。ごめん、散歩をするそんな夢を見ただけだ。今のは違う。もう走っていこう。こう右回りしていくといかんのね。あれ、遠回りってことかな。こっちをぐるーっと行って、そっか、一回ポッと、この辺。この辺ってさ、でも落ちるしかない。この穴、こっち行って、こっち進んで、危ない、落ちる。これだったらそうね、ポットの警告も出てこないから正しいルートなんだと思う。こっち行って、あ、いや、ここから上に行けるか。上に、ちょっと待ってね、上に行きたいんだ。いけるね。よし、この辺の機械生命体はもう無視していこう。パスカルさん、今すぐ、ほい、散歩なんてしてないからね。しかし、あんな終わり方あるんだな。エンディング M って出てたけど、マジかよ。あれ、なんで森にいる生命体がここに。はい、ここ入ればもうすぐです。アイテムをもらっていきます。え、燃えてる。ちょっと寄せよ。うっそー、パスカルさんの村が
え、うわ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 、これはショック。みんなあんなに平和だったやん。なんだこれ、機械生命体同士が共食いをしてる。共食い。パスカルは通信不能のため確認できず。へえ。あ、エーテルさん、どうしたんだ。パスカルさん、わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。別の場所に逃がしたのですが、他の村人は、子供は無事。お前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エーテルさんは、こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。いやでも俺やだ、パスカルさんの村の住人殺したくない。マジ、マジやるしかねえの。あー、やるしかねえのか。ちょっと、いやちょっと、この人たちもやんなきゃダメ。マジかよ、おい。貴様ら、しかもそこそこ強いしね。なぜか。あー、これ下とかも行った方がいい。下行ってみるか。いるね、食ってんね。あー、ちょっとやめて。シマイロボ、うわ最悪。シマイロボ、うわ最悪だ。ピンクの、あー、もうリボンくれた。じゃあもう最悪だよ。マジかよ。うわシマイロボ、しかもなんかお姉ちゃん、なんか妹守ってるみたいな感じで死んでたね。うーわー、これは心が痛い。これは鬱になる。ちょっと待って、バンカーのみんなのみならず、パスカルの村のみんなも、引きこもりロボ無事か。引きこもってりゃ無事か。え、いや何こいつ。え、ちょ、うわ、引きこもりの部屋が燃えとる。ちょっと、あー、お母さんロボ死んでる。ちょっと、あー、入れない。マジかよー。滑り台。あとどこにいるの。こいつか。なんか飛び交ってる。おー、本当にやってくれたな、おい。ちょっと上行くか。あー、もうちょっと、まさにさ、さっきパスカルさんが読んでたニーチェの国家が終わるときに初めて人間が始まるみたいな、まさにそれじゃん。なんか国家が終わる、パスカル国家が終わる。よし、倒した。うわ、もうヘビやだね。ヘビ全滅だよ。子供たちはでも無事なの。このぐるぐる飛び回ってるヘビをなんとかしないといけないんだろうね。こっち来ねえかな。あ、来た。よし、倒した。これで全部か。
生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。悲しい。これは悲しすぎる。聞こえるか。ああ、エートゥーさん、村は、村の皆はどうなりましたか。すまない、ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か。廃工場跡地に避難させています。廃工場。分かった、ひとまずそっちに行く。うーわー、もうさっきまでの平和な時間がさ、ほんとやってくれるよねこのゲームは。ほんとほんと。あ、ちょっと待って、アクセ端末使えるの。端末は使える。ほんとやってくれんな。バンカーに続いて村もぶっ壊れたか。廃工場跡地っつってたんで、とりあえず工場付近。へこむへこむわ。ここの機械生命体たちいい人たちだったのに。いや、あえていい人っていう言い方ができるぐらいいい人たちだったのに。でもな、そもそも何があったの？なんでみんなこんなになっちゃったの？機械生命体大暴れ。ここか。あ、こっちの方が近かった。まあいいか。ん？あ、というかそっちからじゃないと入れねえや。そっちからじゃないと結構めんどくさい感じになっちゃう。ごめんなさい。はい、工場廃墟入り口。もう、切ない。切ない。本当にね、暗闇ですね、このゲームはね。パスカルさんの読んでいた哲学書、ニーチェの言葉を借りるならば、深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いていたのか。どうすんの、ちょっと。パスカルさん、どえらいことになってしまった。へこむわ。この中か。今行くよ。よ。大丈夫か。あ、でも結構いる。結構残ってる。エイトゥーさん、一体何があったんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが同じ村の仲間を食べ始めたのです。エイトゥーさんが来てくださらなかった。いきなりってどういうこと。私たちもきっとありがとうございました。子供ロボ、早く村に帰りたい。他のみんなどこに行ったの。怖いよ。さっきまで滑り台で楽しんでたのに、もう疲れた。早く村に帰りたい。白旗、争う嫌い。体もう治らないの。これはこのこれもこれは大きい子供。他のみんなはどこに。大丈夫だよ、兄ちゃんたちがいつもいるから。お兄ちゃんロボか。もう大丈夫だよ。大丈夫、母ちゃん。もう終わりだ。なぜこんなことになったの。静かに暮らしていただけなのに。パスカルさん、死んだ仲間は再生できないのか。この工場は安全か。もう少し情報が欲しい。死んだ仲間は再生できないのか。機械生命体は素材さえあれば再生できるのではないか。いえ、もう実は私たちにはコアと呼ばれるユニットがあります。機械生命体のコア。コアは自我データを形成するユニットなんですが、前回判明したのは戻ることはできません。そのコアが実は普段は安全な場所に格納しておくのですが、今回
アンドロイドの持っているブラッチボックスと同じという。そうか。この工場は安全か？この工場は安全なのか？以前暴走した機械生命体が住んでいたのですが、うん、宗教が撃退してくれて、今は安全なんです。ここしばらくは私たちが資材置き場として使っていました。わかった。情報が欲しい。ここで籠城するにももう少し情報が必要だな。推奨パスカルたちの早急な安全確保。そんなに急がせるな。各地のポッドネットワークから情報を入手、うん、お前たちに仲間がいるのか？皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報ある。え？なんだって？やばいんじゃない？え、やばいんじゃない？パスカル！の？エレトさん！うわー、任しとけ！ほら子供たち手渡さない。ちょいほら。本施設への侵入を開始。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。おあいつらを叩き潰してぶっ殺します。ぶっ殺し、パスカルさんが珍しくブチ切れてる。ぶっ殺しますっつっちゃってんね。どっちこっちこっちこっちか。うわ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 、怖えんだよこいつら。このサビが血吐いてるみたいに見えて。一体どうして私たちが狙われるんでしょう？考えるのは後回しだ。今はとりあえずこいつらを倒さないと。ほらどうよどうよ、この威力。パスカルさん見た？あ、まだいいのか。うわ、じゃあキリがないぞ。エイトさん、私に考えがあります。しばらく時間を稼いでみてください。よいしょよいしょ、うわ、あったあったあった、めっちゃ増えてきたな。もう一発ウェーブぶちかますから、ちょっと待ってね。ここドカーン。よいしょよいしょ、うわー、なんだマジか、また戦車か。戦車で来るってもう殺意マシマシ。うわー、ちょ危ない。ちょ、ここも、あ、ボルトじゃない、あ、間違えた。強えな、一撃がでけえな。ほ待ってね、本体をそうだよね。うっ、よし。あー、このビリビリブランカ状態は厄介ね。危ない。いやー、オートアイテムに助かる。周りをやっつけちゃって、あとはあの飛んでるやつ、よし本体行こう。危ねよいしょ。いやー怖い。きつっ。よしだ。ふう、あれちょっと、エイト大丈夫？あれどうした？まだ来るのか。うわ絶望。エイトさん、ここは私が。え、いや、ね、エンゲルスだ。まさかのエンゲルス再登場。
え、パスカルさんこれ持ち上げてんの？パスカルさん強すぎねえか？え？うわ、エンゲルス動かせる。マジ？え、これどうすんの？うわ。うわ、パスカルさんやめて、なんかそんな言葉使うのやめて、パスカルさん。私には守らなくちゃいけない子供たちがいるんだ。すげえ、この超大型機械生命体を操作できるとは。ゆっくり進んでます。あー、外した。でもこっちの HP が概念がなさそうだから、全身やるのみだな、これは。うわ、強っ。これでパンチをゆっくりドーンやって、四角ボタンでこれできますね。おお、前進して、よし、ダダダダンと。すごいな、この戦闘は。おー、エンゲルスビーム。でもよくこんな壊れたエンゲルスを、ちょっと別のエンゲルス。うわ、かっこいいこの構図。パスカル、エンゲルス、どうすんのこれ。うわ、やばいやばい、ぶん殴るしかない。よいしょよいしょ。おーし、入った。うわー、なにこれ、すごいな。もう一発、よーし。いや、エンゲルス VS パスカル・エンゲルス、熱い、これは熱い。お、ど入るか、いった。小型の弾を撃ちながら、いやパンチでいけるな。よし、もう一発。パスカル怒りの鉄拳です。うわー、大型同士の戦い熱いな。なんとか倒した感じ。よかった、パスカルさんがめちゃ強い。これでなんとか。大丈夫ですか、エイトゥンさん。パスカルさんも大丈夫。助かった。パスカルさん操作、うわ、パスカルさん操作だ、ここ。こっちでいいんだよね。パスカルダッシュができない。なんでパスカルさん操作なんだ、ここ。ここ、あれ、何してんの？どういうこと？子供たちも全滅？自分たちのコアを殺
これは自殺。自殺。こんなことになるなんて。子供たち自殺。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識を、これは重すぎる、この子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。ああ。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。確かに怖がってた。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。あの子たちに。ちょっとお願いがあります。この苦痛に私は。やだやだ。パスカルさん、パスカルさん、私の記憶を消去していただけないでしょうか。さもなくば私を殺してください。いやだ、それはできない。嘘でしょ。いや無理だって。ハッキングによる記憶回路の切断を実行。ここで待てだと。だからパス、いや殺すなんてことはできない。せめて記憶を消去するか。パスカルの記憶を。了解、記憶消去プロセス開始。うーわー、これはきついわ。私の名前はパスカル、この村の王様をしています。ちょっとうわぁ、これを消していかないといけないの。悲しすぎるだろう。今日は植物の図鑑を読んで覚えるって約束でしたよね。やばい、これ一思いにいっそ切ってあげた方が良かったのかもしれないな。しまった。ありがとうございます。ありがとう。感謝されるのがまた辛い。パスカルさん、記憶消去終了、再起動タイマーをセット完了。パスカル、ちょっと勘弁してくれよ。なんか一番の癒しだったパスカルさん、そして村の皆さんが。 A2 に随行していて気づいたのだが、適正機械生命体感で情報が共有され始めているようだ。それは調査が必要だが。データを共有するのでそちら側でも注意してほしい。了解した。別件だが 9S について報告がある。あ、そうだ、 9S 君ももうおかしくなっちゃったから。データを共有するが心理状態の悪化がかなり深刻だ。こちらも早急に対応が必要だ。同意。いやー、だが対処方法が不明。同意。推奨、データのチェックやメンテナンスを兼ねた休息。同意。では早速提案する。休息。いやでも確かに 9S 君はちょっと休んだ方がいいわ。パスカルさん。おっと、ボット、次のユニットの場所は。ここ出たところか、魂の箱。 NCS の故障、推測、激しい戦闘とメンテナンス不足によるもの。 NFCS 近距離攻撃管理システム。推奨、レジスタンスキャンプでのオーバーホール。
そんな時間ない。予測、すでに抜刀すらできなくなっている状態で戦闘行為に臨むのは自殺行為。レジスタンスキャンプのデボルが修理可能。くそ。あ、デボルさんが。なるほど、これでナインエス君のターンに。うわ、ナインエス君もうボロボロだ。端末から飛びますか。もう何もかもが痛々しい。今回はじゃあここで、まあ、A2 のターンが一段落ついたっていうところで終わろうかな。まあ、A2 が本当機械生命体に対する考え方が微妙にちょっと変わってきたかなっていう、そういうところが見受けられたのはいい。まあ、A2 とアネモネさんのね過去だったりも判明したり。ただまあパスカルさんよね、きつすぎる。この展開はあまりにもきつすぎる。俺自身のメンタルにも休息が必要です、こうなったら。じゃあちょっとここで端末で飛ぶ前にここでセーブして終わろうかな。あ、じゃあレジスタンスキャンプにだけはちょっと行くか。もう 9S 君も限界だから。今一番元気なのは A2 だよ。A2 が一番元気。ていうかパスカルさんどうなんのかな、記憶消えた後。いやー、なんかそれも想像すると心が痛い。あの子供たちの集団自殺はほんとずーんと、いやーきつい。すごいねこのゲームね、ほんとしんどいわ。というわけで、次回はですね、9S くんの修理のところから始めていこうかと思います。今回はこの辺でご視聴いただきましてありがとうございました。そして、ありがとう、パスカルさん。